カブアソアタイシライヤ族の夜祭りである。ソレイに、荘厳なカブを放げる。シライヤ族は、台湾原住民の一つであり、平、保族の一氏族に分類される。主に台南に居住している。1768年、満身王朝に統治される時代に、台湾の南部で、気境反乱が起き、侵攻者、シライヤ族の頭目、大里しよりは味方として、 朝廷の軍隊に協力してあげ、放置をくれ、一部の白屋族を引き現在の高尾市内文句に移住していった。また、19世紀、漢民族入植者が増えたことにより、一部の白屋人は、カレンと台東へ移住した。民族身分は、中華民国台湾政府に、まだ認定されていない。ただ、台南市政府とカレ連ン県ンと三里を交渉。 地方政府だけに認定されてもらった。伝統的な祭り、タイや、ソレイのお玉屋や祖先祭祀制度などまだ守られている。白屋族の集落、台南市東山区東側里にあるカブアスアは、毎年旧歴9月4日と9月5日に、タイと高見祭りを行い、中華民国台湾政府に国家重要無形文化財として指定された。 タイボアン族とマカタオ族も白谷族の一子族で分類されていたが、アイデンティティや文化や言葉により異なっており、近年、タイボアン族とマカタオ族の方は独自の民族として主張し、復興を活動している。日本統治時代の台湾で、台北帝国大学教授の村上直次郎や小川、久吉が白谷語の古文章を収集したり、浅井恵林が、 白谷語歌謡を録音したりして、その文化や民族の研究が始まった。第二次世界大戦後、中華民国が台湾を統治するようになって、以降は中央研究院が白谷族についての研究を引き継いだ。2002年、言語、文化の復興を目指す活動をしていた白谷族家族の娘と結婚したビサヤ族の血を引くフィリピン人男性がビサヤ語の知識で、 白矢語の聖書や古文書が意味が、大まかにわかると指摘。微細矢語と対称しながら、白矢語の辞書が作成されるなど、文化の研究、復興が進んでいる、ダン・ヒロシ・ヒツジサル白矢語名前、アロックアカッテオン。母語、伝統文化、ソレイサイ、民族、マソナの復興活動家、学者、チンキンキッサキープロ野球選手、台湾人初のメジャーリーガーとなる。ありがとうございます。